とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく出てきたユニーク装備、使っていきたいと思います。これですね。バブルバスターです。これのユニークスキルが、チャージすると、複数の目標にヒットする。これなんだよね。これって、長弾とはまた違ったスキルになってます。長弾はね、これだもんね。モブに当たった矢が低確率で跳ね返る。なんだけども、このバブルバスターについてるのは、チャージすると、複数の目標にヒットするなんで、全くの別物です。で、今装備してるのがこれなんだけども、エンチャントはね、バーストボーストリングを、これおすすめします。バーストボーストリングがついたバブルバスター、強いです。強い。ま、普通の矢とダイナモを合わせたやつ、あそこまでの破壊力はないよ。破壊力はないけども、便利。この武器は。ものすごく便利なので、かなり使っていけるやつだと思います。まあ、どんな感じなのか、お見せしますね。ここなんか結構わかりやすいと思うんで、行きましょう。あとね、この弓を使うならば、マルチロールつけてると、めちゃくちゃいいよ。マルチロール。ああ、まあ、羽をつけててもいいのかな。まあ、とにかくね、マルチロールいいよ。こういう感じ。です。敵が泡の中にね、ゴリッと入るのよ。まあまあ、全員じゃないよ。当たったやつ全部じゃないけども、まあ確率だろうね。うまいこといけば、結構泡に入る。うん。なんで結構急いで、先に進んじゃって、囲まれたなーっていう時に、コロッとね、回転しちゃうと、いい感じにね、敵が、動かなくなっちゃうので、いいです。はい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 。結構跳ね返るでしょ。うん。で、しかも、泡になるよね。泡ダメージも、そこそこのダメージ与えれるんで、いいです。もう、めちゃ良くない？これ。むちゃくちゃ俺、これ、気に入ってるんだけどね。おお、これはね、今回の武器で、まあまあまあ、1位、2位、まあまあ、そんなにね、たくさん実装はされてないんだけども、この装備めちゃくちゃ気に入ってる。これ、羽でもいいね。羽装備して、で、クールダウン4つとかにしていけば、もうちょっとなんか面白い感じになったりするのかな。ちょっと羽を装備してみましょう。あ、ここの羽使いにくいな。まあいいか。あ、はい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 。あ、羽もやっぱりいいね。うん、羽とバーストボーストリングは相性がいいんで、いい感じ。この泡の中に入るっていうのがなかなか気持ちいいもんね。うん、で、泡が消えるときに、ダメージがゴリッと入るから、いい感じです。うわぁ！よっしゃぁ！あ、でもね、羽よりも俺は、マルチロールの方が気持ちいいかな。あれで、コロコロってやって、ダメージ入った方が、俺的には好きだね。まあ、羽でも全然いいじゃいいだろうけど、あ、ちょっと待て。倒す。お前を倒す。オッケー。モブの速度が 80%。めちゃくちゃ速くなってるじゃん。よし。まあまあ、行きましょう。ボス戦ではね、そんな使えないかな。ボスは、この泡に、入らないので、古代人もね、入りはしないと思うんで、そこまで使えないかな。でも道中でね、これ装備してると何かと役に立つのよ。この威力以上になんかダメージを与える気がする。威力以上に。なんかそんな気がするんだよね。結構こいつだって、100万とかダメージ当てても、そんなにね、HP 減らないのよ。それが、
このバブルダメージでグリグリグリって入ったら半分ぐらい減る時とか結構あるのね。なんで見た目以上に何かダメージを与えてるんでしょう。なんだろうね、このバブルでも爆発かな、バブルが割れる時のダメージが重複して入ってたりするのかな。おお、なんかね、見た目以上の数値以上のダメージは出ます。あー、来た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 、くらいくらい。うん、なんか貫通が入ってるんじゃないかっていうぐらい複数に当たるので、まあこれがあれだよね、チャージ攻撃をすると複数の敵に当たるっていう、そういう能力のやつなんだろうな。おお、ほんと能力以上の、おい早いなどんだけ早いの、気持ち悪いぐらい早い。ちょっと待って待って待って、やられちゃった。気持ち悪いぐらい 80% アップって早いな。ちょっと待って、よっしゃ、あー落とされる。よし、取っていきましょう。もうボスでしょ、ボス戦ではまあ使えないっすね、使えません。ボスもね、これ泡に入ったら面白いんだけどね。あ、ボスでは全然ダメだ、全然話にならない。うん、ちょっと装備変えるね。ちょっと待って、あったあったあった、いきます。よいしょ。あ、これチート装備じゃないよ、チート装備じゃないけども、まあまさにチートって言われるような武器だけどね。はい、別のところで紹介もしてます。今日はね、これバブルバスター使ってみました。ダメージはね、まあ30万から70万ぐらいのダメージなんだけども、なんかおそらくこの長弾する数とか、あと泡の数とかによってダメージが全然違ってくるので、すごく使っていける装備だと思います。で、装備するのであればエンチャントにバーストボーストリング、これ入れてみてください。かなりいい感じです。うん、まあなかったらこれもおすすめだね。オーバーチャージ、もうオーバーチャージ、これやばいスキルだから、とんでもないダメージ出ますんで、これおすすめです。いや、できればね、バーストボーストリングの方が気持ちよく運用していけると思うので、はい、やってみてください。ではね、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。